リトルナイトメア2、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回、ここで一回死んだんだけど、呼ばれてもな、ここどうしようも今んとこないもんね。とりあえず、もう一回ちょっとチャレンジしてみるか。こう、プランプラン。すごい呼ばれるんだけどさ。あ、こういうことか。はいはいはい。えい。よいしょ。おーおー。面白いね。よいしょ。オッケー。で、あの子をこっちから呼べばいいのかな？あ、これだこれだ。多分これだ。よいしょ。上行っちゃったよ、もう。合流できるかな？階段あるもん。ああ、でも階段あってもな。ちょっと厳しい。ちょっとどころじゃないな。いや、手伸ばしてもらえばいけるかな。結構な身体能力だもんね。よいしょ。すごい。すごい飛ぶじゃん。よし。オッケー。ありがとね。行こう。手繋いでいくかい？ほい、手出しな。行こう。あれ、手繋げない。おー、なんだ。反抗期か？まあね、多感な時期だからね、恥ずかしがったりとか、まああるだろうよ。よし。大丈夫か？よし、オッケー。行くぞ。もう、中身が全部ないんだよね。やっぱそこが気になるっていうか。おお、着いたよ。回電波。電源切る方に行った方がいいのか、これ。逃げた方がいいってこともないよね。これオープニングの道かな？道っていうか廊下みたいな。放送局の電波を合わせる。電波を合わせる？あ、こういうこと？そこに移動できるってことか。合ってんのか合ってないのか、あんまようわからんかったけど。わ、すごい、ふんわりする。夢みたいだね。夢ってこんな感じだよね。なんかすごい、足すげえ動かしてるのに全然動けないとかさ、ふんわりするとかさ、わはお。あ、助けてくれたの？一緒に見てたの？なんだったんだろうね、あれね。面白かったね。あの番組またやんないのかな？あ、いじけちゃった。行くぞ。あれ。こっち。よし。乗り越えて。おーっと。なんかこういうゴミ捨て場的なとこに落ちるのって、前もあった気がするな。あ、違うな。これ引いて、だけど、なんか帽子みたいなのはない？向こう。あれ違うかな？あれ違うか？パーツみたいな感じか。で、奥まで行けるっていうのがなかなか、面白いよね。面白いだけで終わらなかったね。死んでしまった。別に、この、相方が、落ち込む必要ないんだけどな。死んだのは俺なんだから。よし、引いてくれ。多分この裏だ。よし、こんなもんでしょう。行くぞ。で、行って、学校かな？学校っぽいな。11時の学校やだな。よしよし。ヘイゴール。エキサイティングだね。これってさ、誰か脱出した後じゃないな。あれでしょ、なんかベッドのシーツとかをさ、繋ぎ合わせてさ、窓から出るあれでしょ。あ、そういうのって実際できんのかな。
危険性を度外視すればいけんのかな。なんかいるね。なんかいるっていうか、燃えてないこれ。消した方がいいよこれ。危ないよ。やっぱ小学校とかそんな感じの気はするけど、電気を消すギミックが、でもこれさ、やっぱ迷い込んだのはこっち側でさ、あんまりあれじゃない、干渉しない方がいいんじゃないって気はするんだけどな。あんま関わるべき世界でもないよね。こっちかな。電気つけてることでなんか見つかりやすくなるとか、そんな気はするんだけど。トイストーリーであったな。シドの部屋こんな感じだ。こんなにベッドなかったけど。瓶かな。瓶割るとか、そういう感じなのか。それを落としとこう。割ったけど、ん？何？何？それをどうしたいの？この子はどうしたいんだろう。あんまりしたいことがわからんな。なんか四角いキューブを持ってきて、俺も持ってくればいい？それお、あるんだよねそれ。ほら、お揃いよ。ダメかい。何をしたいいんだろう。このカーペットのけるとかでもないよね。なんか投げれるものは多いんだけどな。これ缶でしょ。空き缶でしょ。缶切りで開けるタイプの缶を最近見ないな。ってかそういうの食べないだけかもしれんけど。どこ行ってんの？お前はそれ、お前はそれを何してんの？え、置いてくんの？こっちかな。電気つけるとなんか変わんのかな。ちょっと見に行ってみよう。何のためにこれ電気を消すとかつけるとかなのかが、あんまり、見てんのかこれ。そういうこと？これを、持って、なんか目のマークみたいなついてたよね。それを、え？何笑ってんの？あ、違うか、咳か。嘲笑されたのかと思った。嘲笑されたのかと思って激高してしまった。ここは別に電気向こうつけても変わらないんだね。別に、なんら、この辺で変わったものはなさそうだけど。これどうやって行けばいいんだろう。なんか人形があそこにあるっていうのがやっぱ気になるのは気になるんだけど。とりあえずこれも持って行ってみるか。なんかね、こう、お大丈夫か素足で缶蹴るの痛いだろう。切るなよ、お前足。逃げれなくなるからな。はじけた。でもここ、ぽい気はするんだよね。すごいなんか、おお、そういうこと？
ああ、後ろの光が漏れ、お仕置き部屋みたいな感じか。大丈夫か？来れるか？これ、乗っちゃっていいの？ここは？こっから別に、どっかに行けるって感じも、ないんだけどな。ここだけなんかちょっと、よし。やっぱ細かい、いろいろ見つけていかないといけないんだね。ライト欲しいな。めっちゃ暗いよね。まあでもこの世界にこのサイズのライトってないのかな。人間世界でもね、なんだろう、アルティメットルミナスぐらいしか、この大きさ思いつかないぐらいなんだけど。ちょ、これ置いていく？よし、行こう。よし、降りて。オッケー。引き抜いて。よし、オッケー。よしよし。で、この先には？なんかいるな。長かったね、首。首を長くして待つみたいな、そういうことか。はぁ、待ってくれてんのか。急いで行かないとな、じゃあ。これなんかできる？できないか。まあ、とりあえず、さきさき進んでいこうか。いっ拾うだろう、あれは。これはあんま関係ないのか。あ、そこか。そこ踏むとダメなのか。あ、これプラン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 する感じ？でもこれ。動く、あ、あ、仲間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 。サイズ感的には仲間。わからんけど。おい。どこ行ったあいつ。おー。普通にいるな。でも別に珍しいぞ。なんかいたね。珍しい存在みたいな、そういうことでもないのか。おお、なんか、すごい、カサカサい！ほんと、走ってるからさ、ずっと。あ、これあれじゃん。トイストーリーで出てきたやつ。シャン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 鳴らすやつだよね。これ登って、これ登って、よし。お、アヒルちゃんだーい！俺は何度同じ罠に引っかかるんだ。こういうことか。よし。オッケー。いけるか？ついておいで。で、この先は？なんか、トン、おーい！人じゃないのか？人っていうか、俺、仲間じゃないのか？ちょ、待ってろ。もう、こいつ持ってくから。頭を叩き割ってやる、俺。くっそ、舐めやがって。撃ち込
殺してやる。うわぁ、あっだ、だせぇ。これでも、トンカチなしだったらどうなるんだろうな。せい！よし。あくまででもこいつらは、あちら側の存在みたいな、そういうことなのか。よし。ざまねえぜ。よしよし。で、これ先へ進もう。もう置いてっていい。置いてっていいね。いった。よし。で、なんかあるんだけど。鍵か。エレベーター起動用の鍵かな。エレベーターなのか、そもそも。でもあの形状エレベーターだよね。だいたい憶測で話、おぉ。普通の、なんだ、食堂のおばちゃんみたいにいるけど。教師かな？先生。あ、生徒もいる。普通におる。やば。割れた。逃げ。うおー、あー、すいません。めっちゃ集中して勉強してんじゃん。やっぱダメかな、これ。あー、やっぱ隠れて、こっそり、行かないと。ダメっぽいね。何の授業受けてんだろうな。すごい下の方に書くけど、見づらくない？そこに書いたら。もっと、子供のことを考えてあげて。よし。OK。先へ進もう。で、よしよし。抜けた。抜けたから。お、やっべ。やばい。おお、首を長くして。あ、なんでこっち見たの？こっち見られてもなぁ。照れちゃうね。見えねえ。お？どうなってる？え？どうなってる？これ。え？ちょ、チェックポイントから寝直させて。あ、こっからなんだ。じゃあ一旦ちょっとここで区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。